立憲民主党の枝野代表に質問させてください、はいえー、年収1000万以下の所得者、やる所得者の所,所得税を実質全額免除するという公約なんですが、まあ、あ2009年、えー、いわゆる政権交代の時毎月子供一1人2万6000円の手当を支給すると言って、まあ、結局これ、1円ももらえなかった。まあ、国民かららしたら また騙されるのではないかという疑いが、疑いを持つのは僕、当然だと思うんですね、そんな夢のような公約が果たせるのでしょうか、財源はどこにあるのでしょうか、また埋蔵金とかって言い出さないんでしょうか、よろしくお願いします。ご、はい、ご質問ありがととううざいいますあのこののの所得税の減免措置というのは コロナからの暮らしと経済の立ち直りに向けた1年間の時限措置です、そして低所得者の皆さんに12万円の給付というのと合わせて、そして所得税を納めている方だったら減税と組み合わせることによって、しっかりと年収1000万程度までの方を支援をすると、これ、単年度でありますので、10兆円もかかりません、両方合わせて、<ん>え従いまして、ですねコロナ対策で経済を立て直すためのお金というのは、これ、10兆というレベルでは全体足りません。私は とかをやるよりも、広く世の中全体の経済と暮らしの痛みを救うという意味で、効果的な支出の方法だというふうに思っています。